サブ江戸の町、その近海に浮かぶ島がある。人々は浪人街と呼び、蔑むその島には無頼の戸が救い、無法の者が闊歩する町があった。抗議の目も届かぬその町は、いつしか覇業を名乗る者どもに支配され、利天橋と称するほどに変貌を遂げていた。今、利天橋で新たなる矜持が始まろうとして。